はいどうも、かすきです。はいどうも、ティートたかしです。はい、もう日本に来て3ヶ月よ。どうですか？いろいろ何がいろいろ？もう少しで、なんだ、申請が通るでしょ。そしたら1年のビザが下りるから、今は仮のビザで今日本にいられてるけど、今度は仮じゃなく1年間よろしく。何？聞こえないだよ、声が。よろしく。帰れないまで。何が帰れないまで？ビザの帰れないまで。はい、一年だから。で帰ってるけど、ビザはパーマネントになる。パーマネントになるのには1年1年3年、1年1年を消化して次が3年でしょ。でパーマネントのチャレンジが、3年目の1年を消化した時にパーマネントの申請ができる。それが一番早いけど、俺がしばらくフィリピンにいて、なんだ、納税証明とかそういうのができてなかったから、それがどう影響するか分からんけど、それがうまく通るとしたら最短で3年目の今からね、今から3年目の1年目に永住のなんだ申請ができるという。降りる降りないは別にして、でそれがダメだと3年が消化して、次がまた3年もらえるのかな、1年になるのかな、分からんけど、最短で、今から 3年何ヶ月かで永住がもらえる。でそれがダメだと、5年後今から5年後に永住権がもらえるかもらえないかというとこだね。で和樹はもうそろそろ日本人、俺の戸籍に入るから、和樹は問題ない。誰？お前だよ。お前が日本に来てすぐにブク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 太ったから、それが問題だよ。バカ野郎。大きな問題だよ。何で大きな問題になるの？関係ないでしょうか。だっていつもアコの上に乗る重たいもん。ねえ。どうしようもないね。違うの。なあ、それとお前が育ててたなんだっけあれ。おいで。お前でしょ。おいで。かなり大きくなった。あららら、洗濯物が。これが？カンコン。これがカンコン？アドボンカンコンか。うまいでしょ。葉っぱが入ってきたね。でこれがチンゲンサイ。もういいんじゃねえかな。ねえ、この辺チンゲンサイなってるよこれ。ね。これも。多分これ以上大きくならんかな。大きくならない。多分。でこれがストリンビンツ。ストリンビンツ何？日本語。ストリンビンツあるでしょ日本語。花が咲いてきてるけどね。大きいだよ、見て。これ、うん、あげて。ここ。これインゲン。これ。うん。これだよ、見て。目の前にあるでしょ。これ大きいだよ。おお、それ大きいね。これもうダメじゃない。いいんじゃんこれ。もう、うん、あとこれ。うん、もうそれ取って。わお、収穫できるじゃんこれ。いつだけ。二つ。それもういいんじゃん。人間が出来上がってきてるねこれ。わお。お、これもでかい。これもいい。もう取って人間できるだよ。
もう大きいの取っちゃいな。これさできたらさ、俺昔の動画で僕の視聴者さんでブラックコーヒーさんっているんですけど、その人と一緒に食べるって言ったような記憶がある。なんでどこで来る？多分来れば近いもん。でまずはあの普段お世話になってるねマサトさんにねこれを食べさせたいと思います。でこれが何？アンパラヤ。アンパラヤってなんだっけ？日本人でしょうがよ。アンパラヤって日本語何？いやこさいよ、これ何回も言ったよ。アンパラヤ、アンパラヤ、ゴーヤか。ゴーヤはちょっと、あるね。これこれこれ見えるかな？いっぱいだよ。でもまだ見ちゃった。まだちょっと小さいね、ゴーヤや、ね、いっぱいだよ。で一番向こうもチンゲンサイなんだけど、ここはちょっと元気ないね。 別しないわ。違う、これさ、おお、それ同じだよ。太陽に当たってないからだよ。お、だからあ、いっぱいできてきてるね。ゴーヤもちっちゃいけど、全部初めにしたら大成功だね。俺はたまに水しかあげてないけど、ずっとずっとお嫁ちゃんが面倒見てた。おお、チンゲンサイもインゲンもなかなかでかいじゃんね。楽しみやね。今度はネギやね。少しこれが終わったらネギいろ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 挑戦。これももうちょっと小さいね。まだまだこのがでかいよ。はい、何？あ、なんかそのぐらいか。これもいいじゃん。これもいいじゃん。まだ気になるだよ。これ取ったところからまた生えてくるのかな。どうなんだろう。ちょっと葉っぱがね、ちょっと元気ないよね。もう中からできてきてるね。これもカンコンだけど、ミスだけ入れた。お、元気なっただよ。あ、これ入れたよ、朝。朝もう水やったから、今日はやんないでいいよ。だから下だけミスでしょ。そこ入れたよ。全部ね、肥料っていうかね、米の研ぎ汁、あれをね、あげてただけ、肥料的には。もういいんじゃないかな、そろそろ。それもガーデン。もう、もしね、ブラックコーヒーさん、これ見てたらね、コメントください。気があったら、コメントください。コピー。もっといっぱいバーってなるのかなと思ったけど、あ、この辺いっぱいあるね。まだちっちゃいけど、ね、それではもう少し楽しみにしてたいと思います。あ、これもか。まだ小さい。まだ小さい。こうやって見ると結構できてるね。ゴーヤがどんくらい大きくなんだろう。これ一番大きいかな、このゴーヤ。これが一番大きい今。どこ、うん、どうしぐらいだね。しゃあ、それではまた後ほど。